アネット・サーゲンは、ノルウェー、ヌールラン県、モーシしーン出身のスキージャンプ選手。サーゲンは、11歳で、スキージャンプを始めた。4年後の2000年に、ジャンプ週間同様4カ所のジャンプ台を回る、FIS レディースグランプリに参戦、2試合で1桁順位を、記録して、総合8位となった。翌2001年の FIS レディースグランプリでは、初戦のショーンバルトで5位となり、 総合では10位になった。2001から2002シーズンの FIS、レディースグランプリでは、全4ジャンプ台で、表彰台に上がった。ザールフェルデント、ラストブーシュルで3位、バイエルシュブロンとショーンバルトで2位となり、総合成績において、ダニエライラシコに次いで2位となった。2003年1月11日、12日に、スロベニアのプラニツァで開催された、国際大会で連勝。 次週18日、19日に、オーストリア、フィラハで開催された大会でも2位、1位と絶好調。その後の FIS レディースグランプリでは、初勝利を含みすべて2位以上で、総合優勝を達成した。2004年の FIS レディースグランプリで2勝して、総合2連覇を達成。ジュニア世界選手権では、個人、団体の2巻、ホルメン高連大会でも優勝した。 2004から2005シーズンからスキージャンプコンチネンタルカップが女子ジャンプの最高峰として開始された。サーゲンは8勝を挙げて初代総合チャンピオンの栄誉を得た。以後圧倒的な実力を発揮し続け、2008から09シーズン終了までにコンチネンタルカップで40勝を記録、総合5連覇を達成した。2009から2010シーズンは2勝してダニエライラシコ、 ウルリケ・グレッスラーについての総合3位だった。ノルウェー選手権で9個のタイトルを獲得している。チェコのリベレツで開催された2009年、ノルディックスキー世界選手権に優勝候補の一人として出場したが銅メダルに終わった。2004年にビケルスンで行われたスキージャンプワールドカップで、ホージャンパーとして174.5メートルを記録した。これに関して、 FIS ジャンプ委員長のトールビョルン・イゲセットは、女子ジャンパーは、フライングヒルを飛ぶのに、十分な技量を持っているのかという疑問を提示し、スポーツ界の女性の権利に関する議論に発展した。2010年には、オスロのホルメンコーレンジャンプ競技場が2011年、ノルディックスキー世界選手権に向けて、大改修が終了したのを記念するイベントで、 記念すべき初ジャンプを飛ぶ大役を追ったが、前日に、美容が愛のあるローモーレンが、練習で飛んでしまい、政治問題にまで発展した。2011年のルディックスキー世界選手権では22位に終わり、このシーズンのコンチネンタルカップ総合も16位に終わった。一方、ノルウェー映画、ホルテンさんの、初めての冒険に、主人公の母親役で出演した。 2015年3月10日、現役引退を表明した。ありがとうございます。